2023年11月の5日、こちら、田尾寺駅から少し新郎側に歩いていった道なんですけども、この辺りなら、ある程度日光入ってくるんで、晴れていたら、今の時刻はね、13時前後、まあそれぐらいですね。ですので、畑できると思います。近くに向こうにあのため池があるので、郵便局の近くです。ため池があるので、この辺りで、老朽化して物気の殻になっている、古い建物、解体しなければならなくなった建物の後に、まあ、畑がいいと思われます。一応水引けますんで、その辺りがポイントだと思います。こちら、まあ、二郎と田王寺の間ぐらいのところのネギ畑で、まあ、水が見えるんですけども、こちらの水路が、あちらの池、田尾寺駅の近くの郵便局の近くにある交差点を渡ったところにある池から引かれている水路だと思われます。ここ、この間たくさん水流れていて入水されてましたんで、仮にあの場所を築年池として使用する場合、稲刈り、お米で例えると稲刈り自体が、10月中にほぼ、終わります。大体どこでも、まあ、もちろん北海道とか状況違うと思うんですけども、ですので、基本的に冬場に電気が必要だったりするので、10月中に、まあ、稲刈りが終わった後、まあ、こういったネギ畑、まだ収穫は、まあ、時期見て状況見てっていうところがあるかと思うんですけども、水たっぷりと流し込んでおいて、貯水しておいて、でそれから蓄電池として使用する、まあこういった案を考えています。まあ農家さんたちとのご相談という形になってくるかと思うんですけども、だからまあ工夫によって、その農業用水池を蓄電池としても使用できるっていうところになってきます。でやっぱりあの一番のポイントは琵琶湖の地下水流トンネル発電ですね。継続して流しておくことによってギア比を上げていって、高い電力を常に発電しておくと。だからそうすることによって、秋とかに冬用の電気を蓄えておくと、まあ、こういった、構想になってきます。その、まあ、関東と関西電力つながったらまた話変わってくるかもしれませんけども、電力も基本的にテレビの放送を見てる限り、関西と関東で、ドイツ式とアメリカ式の、変圧器って言ったらいいんですかね、なんて言ったらいいんですかね、合わない、規格は合わないような形で物事が動いていると。まあ、一旦、こちら、まあ、あちら橋があって、有野川なんですけども、まあ、このトラックも有野商会さんとかで回収して、もしくは自動車メーカーで、あの金属の回収として、まあこれでも多分数百キロの金属集まるはずなので、買い付けに行くぐらいだったらもったいないんで錆びて、消滅してしまうんで、もうこういったもの全て回収した方がいいと思います。まあタイヤもあのリサイクルでもう一度溶かして、再加工できますんで、しっかりとそういうところ、メーカーさん純利益があったはずですから、頑張っていただきたいというところですね。その地下資源の採掘で空洞化がありますんでね、だからこういったところも本当は回収した方がいいと思いますよ。こちら二郎駅の近くなんですけども、昔はね、神社なんかなかったんですよ。で特にあの大きな建物とか、その社務所とかできたりとかね、なぜ誰が許可を出してこんなものを作ったのかっていうことなんですよ。エネルギーの残存量問題、作るなら畑ですよ絶対。もしかしたら畑の上に作っちゃったんじゃないですか。近くにため池があるんで、簡単に水引けるから、それをうまく活用しなかったらもったいないですよ。あ
ちらは二郎交番なんですけども、先ほど撮影してた神社がこの建物の向こうにあって、でここもね結構安定して水流れてるのかもしれないですね。よくわからないですね、水の水路どっから流れ、あの水が来てるのか。まあもしずーっと水が流れてるんであれば置いても回転扉式いいんじゃないかなと思います。一応ね電線はすぐそこにはあるんで、それに合わせてその下あたりでいいんじゃないかなとは思います。一応そこの下水あるか見てみますね。あ、ないですね、違うところから水来てますね。ちょっとわからないですね、あの場所に設置できるかどうかっていうところですね。次の金属回収ポイントなんですけども、まああちら、鉄の門とかいろいろあるんですが、先ほど撮影していた神社があちらの方で、まあ二郎駅などがあちらの方です。二郎交番の近くですね、この坂道は。あちらが有馬川の方です。でこの辺りにも、竹やぶがあります。どちらにしてもね、あの道の説明があるんでね、金属回収ポイントからまあ喋りながら竹やぶとかはどこにあるのか、まあ学生さんの人たちに金属の残存量も量問題とか、あの一緒に考えて、自分たちで自分たちの未来をねしっかりと守るっていうことをね、考えていただくと、まあこういう風なところからの撮影ですね。で案外車通りますね。でこの辺りでもね、この間見かけたんですよ、軽トラックの中に草が生えてるの。ちょっと一体電源を持ってます。あちらはね、給水タンクなんですけども、千狩りからの水があちらに貯水されているのか、タンクがあるっていうことは多分組み上げ式で、夜の電力余ってる時に原発の余ってる電力で組み上げてるんだと思われます。ただあの高さですから、あちらは二郎で、まあ先ほどあの坂登ってきてまた下がってきてるんですけども、あの高さだからね、やっぱり水圧で、セレの藤原台とか多分やっぱり電力使って引き上げてるんだと思いますよ。千狩りのダムの位置があれぐらいの高さあったらいい方なんじゃないかなっていうところなんですよ。もっと上流のね、三田の方の上行ったところの向こう側河川に合流する青野ダム、青野ダムで路下機ついてる位置で、あの辺りの位置まで高さあるかなどうかななんですよ本当に。だからそれよりも下流の位置に基本的に千狩りダムもあって、標高あんまり変わらないはずだから、まあ行ってみないとわからないですよ。坂道どれぐらいの角度でどれぐらいの距離登っていくかで高さ全然変わってくるので、あーらー、まあ何度もというところですね。電力で結構なところが水汲み上げてるんじゃないかなと。一部のところは住宅密集地のところの近くに池があって、そこにろ過器をつけてというような形で水をまあ給水してるんだろうなと、各家庭にだと思われますね。そうじゃなかったらいくらなんでも全部が全部電力は無理でしょう。ウッディタウンとフラワータウン自体が高台のところにありますからね、青野ダムの高さと合うかなどうかなんですよ。ギリギリ一軒家の一階ぐらいかなっていうところなんですよ。ということは集合住宅全部水で汲み上げて、あの電気で汲み上げてるっていうことになってくるでしょうから、まあ給水タンクがあるにせよですよ。だからその辺のところちょっと上手に考えなかったら、うまく考えなかったらっていうところです。で先ほどのあのこの間通った時に見かけていた草が生えてた、軽トラック見当たらないですね。多分さっきの向こうのところだったと思うんです。ここにもあったかというような形でこの間見かけたんですけども、なんか回収されてますね。でその
それ本当に分解してちゃんと溶かしておいてくださいよっていうことなんですよ。夜の原発の電力が余ってる間に、その電力を利用して、金属溶かして、で、河川水門開閉式ダム発電の、門を作ると。で、自動車産業に関してもほぼ、停止してもらったらいいですよ。で、その辺に放置してる車ものすごくあるから、それ、工場で働いてる人たちが、に分解してもらわなかったら無理でしょう。素人の人じゃ。リフトアップするものとかも必要になってくるものになるでしょうし。だから、それを仕事としてもらって、この間、小野市、河川の横を歩いてただけで、ちょっとした距離ですよ。10キロぐらいの距離、まっすぐ歩い、ほぼまっすぐ川沿いに歩いていくだけで、放置してる車、なんかもう バスみたいなのもありましたね。10台ほどありました。大野市全域でどれぐらいその辺にほったらかし放置して、サビサビになってるものがあるのかっていうことになってきます。この辺りだったと思うんですけどね。ちょっとよくわからなくなりましたね、もう。ちょっと、撮影一旦これぐらいにしておきます。間で撮影するのは抜けてたんですけども、こちらも金属回収地点、先ほどの畑云々のところですね、二郎駅と田尾寺駅の間のところ、以前も撮影したことあるような気がするんですが、多分だいぶ前から、ほったらかし、もうこれだけ錆びてたら無理だと思いますよ。で、早く溶かしたもの勝ちだと思います。だから鉄工所さんもこういうのを回収していただきたいなと思います。この辺のなんかね、金属のロープも、正直あちら二つは使えると思うんですよ。わからないんですよ、正直。部分によって下の方錆びてたりしますから。けど上の方は、特に錆びた様子はないので、切断して使用するのかどうかとか、使用する用途にもよると思いますよ、正直。で、あの辺はもう完全に錆びてるから、ちょっと、日当たり加減とかで分からないかな、どうしたらいいかな、これでちょっと分かりますから、完全に錆びてるでしょ。もうあんなものはもう危険だから絶対使えない。見た目であそこまで錆びてたら無理ですよ、ちぎれる。何か重たいものをぶら下げた時、その河川水門開閉式ダム発電は、まあ、クレーンで吊るから、ああいう風なものは使わないとは思いますけども、まあ、工事される方たちがどれだけ危険か分かるでしょうから、設置される人、クレーンで吊る人たちの方は。まあ、金属回収工具ですね。